さあ、石垣島旅も2日目に入りました。今回はですね、船に乗りまして、この後西表島に行く予定です。西表島では、マングローブの川を巡るカヌーツアーみたいなのを予約したので、今日はそれをひとまず楽しんでいきたいと思います。さあ、西表島に着きまして、この後カヌーツアーになるんですが、実は結構濡れる、水に濡れる可能性がある工程なので、カメラは持ち込めなかったんですね。なので少し映像を撮ったぐらいなので、この辺はちょっとダイジェスト的にお見せしたいと思います。ここはもうある程度川をカヌーで遡ってきて、で途中でカヌーを降りて、そこからは歩いてこうやって、川の中を進んでいきます。こうやって、まあ、景色だったりとか動植物だったりとかをこうお兄さんに説明してもらいながら進んでいくんですけど、これめちゃくちゃ楽しかったです。なんか時期もあるのかもしれないですけど、虫とかもほとんどいなくて、で川の中もすごい綺麗というか、なんか意外とそんなに生き物が見えるところにはいなくて、なんかもう人工的な川かと思うぐらい綺麗に整ってて、なんかすごい楽しかったですね。最後こういう滝を見て折り返して帰るんですけど、さあそんな感じで一旦カヌーツアーは終わりまして、まだ実はツアーは続いていて、このあと由布島という西表島に隣接した小さい島があるんですけど、そこに、なんとです、水牛に乗ってその島に渡るというツアーが最後残ってます。まあ、この辺でちょっと待ち時間にスナップしたりしてますけど、これは何ですかね、車止めのポールがやたら斜めっていう、反対側もこんな感じで、これなんでなんですかね。さすがに風ではこうならないと思うんですけど、めちゃくちゃ車ぶつかってるんですかね。さあ、水牛車なんですが、この辺もできれば動画でお届けしたかったんですが、結構他のお客さんとかもいてなかなか自由には撮れなかったので、写真でお届けしたいと思います。まずはこれ、由布島の入り口ですね。ここはまだ、西表島側です。西表島側の海岸にこうやって水牛車が待機していて、でこの一台一台に人が10人ぐらい乗って、奥にある由布島に水牛が運んでくれます。近くで見ると結構この車も大きくて、でこれに10人ぐらい乗って、水牛1頭で運んでくれるんですよね。相当力持ちですよね。島と島の間はこういう感じで浅瀬になっていて、多分深いところでも水牛の膝ぐらいまでの水位だったと思います。僕らを運んでくれた水牛のお尻ですね。すごい面白かったのは、これ一応運転手みたいな感じで前の方におじさんが座ってるんですけど、なんかね、手綱とかで水牛に指示を出してるわけじゃなくて、声で指示を出してるんですよね。なんかほら、もうちょっと右に行けとか、もうちょっと左だとか、
僕が聞いてる限りはそれもなんかこのキーワード的な感じで使ってるわけじゃなくて、本当にこう語りかけるみたいに普通に話しかけて指示を出してるみたいな感じでした。だからこうなんかあんまり気分が乗らなくてゆっくり歩く子とか途中で止まっちゃう子とかもいるんですけど、それもなんかほら今日はこれでラストだから頑張れとか、そういう声かけでなんかこうお尻を叩いたりとかそういうこともしてないのに、こうのそのそとまた動き始めるんですよね。これめちゃくちゃ新鮮な体験だったので、ぜひですね石垣島に行ったら皆さんも体験してほしいなと思います。渡ってる時の周りの景色はこんな感じ。ずっと浅瀬が続いていて、多分、この写真の時は干潮だと思うんですよね。もう少し潮が満ちてくると人が歩いて渡るには結構きついくらいの深さになってくるんじゃないかなと思います。さあ由布島に着きました。由布島はですね、島全体が自然公園みたいな感じで、全体がほぼ管理された島になっていて、なので来た人は全員この入り口を通って園内を散策するっていう感じになります。入り口の横にはこんな感じで水牛が休んでました。この子は多分今日は非番なんですかね。これは入り口の建物の中に飾られてたものですね。由布島の水牛の始祖大五郎だそうです。さあここからは由布島の中を探検していきたいと思います。まずは入り口あたりで1枚。こんな感じで中はほぼ植物園みたいな雰囲気で、まあ南国の植物が生い茂っていて、まあ他にもフォトスポットがあったり、まあ動物が飼われていたりみたいなところもありましたね。結構中は広いので、まあツアーの時間だとちょっと全部は回りきれないかなぐらいの感じでした。この葉っぱすごいですよね。なんか平面で絵みたいな。これはもう取らざるを得ないですね。このヤシの葉っぱのディティールもいい感じですね。光沢とコントラストが好きな感じです。あの奥にあるハイビスカスがちょっと暗い中で生えてたので撮ってみます。面白い植物が周りにいろいろあって、まあ結構取り散らかしてるんですが、あんまり納得いってない様子ですね。
さあ看板が見えてきました。この先はマングローブ観察遊歩道。ちょっと海の方に出られるのかな。さあ木製の遊歩道を渡っていきましょう。この道の感じめっちゃいいですね。モノクロ映えします。この辺りに生えてる周りの木がもう多分全部マングローブなんでしょうね。おそらく潮が満ちるとこの辺も海が来るんですかね、とか言ってたらちょっといいものがありました。電線のこの黄色いポール、いつも街でよく撮るんですけど、いいですね。このぐにゃっと垂れ下がった感じ、さすがにこれは街中では見ないのでちょっと珍しいコレクションになりそうです。さあこっちの道を行くと海の方に出れそうな感じです。やっぱり海の方に来るとちょっと風が強いですね。マイクがちょっとボワボワいっちゃってますが、すいません。はい、海に出てきました。マングローブが植えられてますね。植林してるんですかね、それか普通に種子が飛んできてあそこで小さい子が育ってるんですかね。マングローブっていうのは特定の木の名前ではなくて、こういう海水と淡水が混ざるような場所で半分根元が水に浸かるような形で、植生している植物のことを総称してマングローブっていうらしいです。この後も湯布島探索続きますが、一旦今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまた、見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もいただけると嬉しいです。それではありがとうございました。失礼いたします。